そして、ヤダの試練を突破するんだ。ヤダこうだ言ってないで頑張るんだぜ。間違えた。よし、全力立ちこぎ、木内山回復はしたな。ボスだな、ボス戦だな。ハンバーガー買っとけよかったな。間違えたけど、アイテムあるかもしれないからいっか。ないです、アイテムはない。当たった。前のめペロリーン、にゃにゃ。こっちもちょっとアイテムだけ確認しとこうか。あるわな、ロックダウでは。あれ、どっから来てたんだ。九段目、1に比べると2の方がこの謎でだいぶぬるくなったよな。モフモフすぎて素早さダウン。いい、パワフルな腕は。こっちも行っとくかね。宝箱あると思ったんだけどないな。あるある。しかしこれは逃げれんな。お、ミュージックカード。まあ合わせん。ハイカラウェイ。よよよ、フリチーの陣の素早さ。お払い完了。モサモサな。お、ひさざざレベル3。使えば使うほど成長していく。さあ、ボス戦、ボス戦。なんかあの毛受け弦の動き、ぴょんぴょんぴょんっていうのがね、違和感ある。一瞬で周りを攻めてくるね、やつは。周りをゼロにしただと。しゃいこう。その辺にアイテムはないね。おう、鬼食い。
強そう。ニャーだ。マスター尿道、寝ちゃってるんだけど起こすかね。手に持ってる石はピンポン。おら、あいと、何してんの。よくも。はい、ボス戦。ゴーボスさん、ゴーボスさん、食べた妖怪を。これきついな。お金、川端さん、川端さんパン大丈夫だ。アカンベーグルはちょっと高い。なんかちょうどいい回復アイテムねえかな。ハンバーガー苦手だったよな。この辺バーバー強っ。とりあえず今のうちに一発いっとこう。普通に強えな。丸のみって必殺技じゃねえかよ。キャンセルさせれてない。これはやばいか。キャンセル、ナイスキャンセル。強かった。攻撃力が高いんだよな。まだまだ。なんてタフなやつなんでしょうか。そこまでじゃお憎いよ。お主の負けじゃ。よくやった。すべての試練は合格じゃ。ウィス。ウィス。2300。アイテム。超経験値玉と金のこけし。うわあ、序盤だったら。いいや、どうせ最後金余るし。コンマさん、マグロ。さっきコンマさん釣りに行くって言ってたもんね。ここに来たの。攻めの遺伝書、2万円だぜ。ロック解除。終わりでか。お師匠はガッツ。根性とガッツって同じ意味じゃん。細けいことは気にすんな。どうしてお前らが俺たちを導いてくれたんだ。テレ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 ガッツ。くっ、ガッツが足りない。愛とガッツと根性で無敵王者ガッツ仮面、世界は友達全部守るぜ。ガッツ仮面の試練だったにゃん。
そろそろ本題に入ってもらえますかね。え、こんなの大丈夫なの？ホーストドン。いいのかよこのセリフ。フォース。なんだそりゃ。超的なエネルギー。宇宙方面でおなじみのものすごい力のことですよ。いや、ホースじゃ。馬？あ、普通のホースだ。馬ですらなかった。すべてはお主ら次第。ガッツあるやないか。これでも一日一回妖怪かな。もしじゃあお前らとで会った暇はないんじゃ。あつい当たっちゃった。これ G 技するとき他の2人も行動できなくなるから、中央のやつに使わせない方がいいな。おら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 、一匹残っちゃったよ。とりあえず平原までとっとと行ってしまおう。降ってきた。消えた。危ね。あ、もう当たってるし。だから一個ずらした状態でガッツワード使えば、一人は行動しつつゲージが貯めれるというわけですね。やっとー。全然ファブ動かねえし。教えてや。パワフルな腕は。よし行くぜ。いい加減メンバーの強さが不安になりつつあるが、自転車で行く。無茶だな。詰まっちゃった。帰れねえ。グダグダ。グダ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 だ。グダグダフェアリーズ。遠い。遠い。俺の方が早いんだ。車に追いついてしまった。上だ。ダメだわこれ、車多すぎ。安全運転大事あるよ。着いた。
れてる。遅かったっちゅね。無念、やられてる。ホースをどうしよう。ホースを使い、ホースを使うの、ホースを使うのだ。最強のお方ですから。何ができるっていうにゃ。伸びてる。そんなに言うなら何とかするにゃ。おー、グロブシからの目が回るけ。しまった。ホームラン。すごい、本当に役に立った。厄介。スナックが好き。まああげれませんだろうが、ちょっと真面目に戦うか。守備力アップ。バカめ。ボスじゃねえのかなこいつ。好物あった。死神の術。G 技を食らうがよい。300。わあ高いな、ヒットポイント。よし、回復した。もうこれ完全に回復しとくべきですよね。って幅さん野菜好きだったよな。どれぐらい回復するかな。足りん。ちょっとの間後ろで回復させよう。ババアが隣にいるから徐々に回復で、敵の攻撃を一点確認してから戻す。やめとこ。結構なもんだぜこれ。行ったろ。よし、さあさあ2。よし倒した。カイマのエリートであるこの僕が。こいつも友達になれるんだな。好物あったし。あーおばあおばさんに言いつけてやる。助かったぜ。マスターニワダ様が力を貸してくださったとはな。カイマたちは手強い。勝てねえだろうな、このままじゃ。どういう意味だ。もう本家だ元祖だって喧嘩してる場合じゃねえってことよ。俺たち妖怪は一つだ。すごい、元祖と本家が一つになった。感激でウィス。その頃ドキドキ成績発表の時間で、にゃーん、破壊くん上級会話のトップだよ。してんのが。破壊は常に全開全力を尽くすのみ。ブラーブラー。何回じ商売時の強さ、わしがどこいただくぞい。おばうねさま、あいつは生意気だよ。仕返ししてほしいでちゅ。人間に負けてくるなんて。それでも会話ニャッカイ君はうちにもいらないかな。成績もビリケツだし、クビだよ。まだ僕はバイバイだよ。ボッシュート。豪快。ニャッカイかわいそう。仕方あるまい。あやつらはわしらの中でも特に落ちこぼれ最弱。四天王なのに5人いる。あらブルー。
私たちの計画はここからが本番でよ。